こんにちは。それでは YouTube チャレンジ、第2弾の、テーマは体幹です。みんな頑張ってやりましょう。はい、じゃあ演じクラスの、皆さんはまずペットボトルを2本用意してください。そして、自分とペットボトルの距離は A4 用紙1枚分を目安に置いてください。そしてどちらでもいいので得意な方の足をついてどっちかを上げる。これでペットボトルを、左右のペットボトルを1本2本倒して3秒キープ。1、2、3、これでチャレンジクリアです。はい、1、2年生クラスの、皆さんはこの課題です。ペットボトルをまず3本用意してください。500ミリを2本、大きい2リットルのペットボトルを1本で、それぞれ三角形を作るんですけど、自分とペットボトルの距離は、A4 用紙1枚の距離を取ってください。そしてどちらでもいいです。得意な方の足をついて片方の足は浮かせる。これでこの1年生クラスは片方の手で3つ倒して3秒キープでクリアです。ちょっとやってみます。順番はどこからでもいいです。1、2、3、クリアです。はい、3、4年生クラスも、ペットボトルを3本用意してください。500ミリを2本、2リットルを1本。そして置き方も1、2年生クラスと一緒で、自分からペットボトルの距離は A4 用紙1枚分置いて三角形を作ります。そして片足を上げます。でまず片方の手でペットボトルを通します。1、2、3、3秒終わったら足をついてもいいので、もう一度ペットボトルをセットして、次は逆足です。でまた片方の手で1、2、3、これでチャレンジクリアです。はい、5、6年生クラスも、ペットボトル3つ用意してください。500ミリ2つ、2リットル1つ。そしてペットボトルを置く間隔も、一緒です。 A4 用紙1枚分ペットボトルの距離はそうです。で常にこの5、6年生はつま先、支えている方の足、つま先は大きいペットボトルに向けてチャレンジしてください。それではいきます。倒します。そしたら倒れているペットボトルを、順番は何でもいいので、よいしょ、これで1、2、半分クリアです。そしたら逆の足でいきます。配信されますので、最後まで諦めないで、今回はボールではなく体幹を鍛える、テーマを用意しました。諦めないで頑張ってクリアを目指してください。健闘を祈ります。